けど、最近彼氏できたの。いいやん、どんな感じ？うちい感じやで、うん、めっちゃその彼氏は優しいし、私のことをすごい大事にしてくれると思ってる。ラブラブやんか。でも、なんか今までの彼氏と比べたら、ちょっと怒った時はちょっとだけ怖いかな。それどういうこと？なんかちっちゃい怪我は今まで何回かしたことあって、見てこのこれだ。これはなんかこの間詰められた時にできたあざで、この辺もなんかまあいろいろちょっと投げへんねんけど、この辺もまあちっちゃいのがあるいっぱい。それほんまにやばいやつやん。大丈夫？それってデート DV ちゃん？皆さんは DV という言葉をご存知でしょうか。 DV とはドメスティックバイオレンスを略した言葉で、恋人や親密な関係にある相手から振るわれる暴力という意味で使用されています。 DV は10代から20代の未婚のカップルでも広く起きており、これをデート DV と言います。暴力は殴る蹴るだけではありません。相手を傷つける言動は暴力であり、暴力によって恋人を支配することは愛情表現ではありません。今回は滋賀県立男女共同参画センターで開催された若者のための男女共同参画セミナー、デート DV について考えるの様子をご紹介します。当センターでは男女共同参画相談室ということで相談を受けているんですけれども、その中でも最近 DV の相談が非常に増えています。若い者の間でもデート DV ということで DV を受けるということもありますので、ぜひ県内の大学生の皆さんに一度まずデート DV ということを知っていただくということ、それからそれぞれ友達同士でデート DV の相談を受けたときにどうやって相談に乗ったらいいかということ、そういうことを交流していただく機会を作りたいなと考えました。で自分の心とか体とかを大事にしてほしいと思っています。だから、自分の心で違和感があったりとか、嫌だなと思ったりとか怖いなとかって思った時に、きちんとそれを相手に伝えるっていう風な力をみんな持っているので、その力を、持って相手に伝えてほしいと考えています。できるだけ、自分の気持ちが言えるような、そして自分の気持ちや自分の体を大事にできるような自分であってほしいと思っています。大学生とかは恋愛に失敗しやすい年頃で、私も実際こう失敗とかをして悩んでたこともあったので、若い方の恋愛にはすごいためになるというか、ぜひみんなにもっと聞いてほしい内容だったと思います。